バレーボール2008、09ボルトプレミアリーグは2008年11月1日から2009年4月12日にかけて行われた V プレミアリーグの大会である。男子は4回戦、女子は3回戦争あた当のレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位4チームがセミファイナルラウンドに進出し、上位2チームが優勝決定戦を行う。 11月8日、11月9日、11月15日、11月16日、11月22日、11月23日、11月29日、11月,日11月30日、12月6日、1レッグの結果、12月7日、1月10日、1月11日、1月17日、1月18日、1月24日、1月25日、2レッグの結果、1月31日、2月1日、2月,日2月7日、 第2セットの45から43は、男子大会における最高得点記録である。2月8日、2月14日、2月15日、2月21日、3レッグの結果、2月22日、3月7日、3月8日、3月14日、3月15日、3月21日、3月22日、4レッグの結果、4月3日、4月4日、4月5日、4月4日、4月5日、FC 東京が、 セット率の差で、プレミアリーグ昇格を決めた。NEC は残留を決めたが後にキューブとなった。大分美好氏は、チャレンジリーグに降格となったが、NEC キューブにより繰り上げ昇格となった。 11月1日、11月2日、11月8日、11月9日、11月15日、11月16日、11月22日、11月23日、11月29日、11月30日、12月6日、12月7日、12月13日、12月14日。 1>, 1レッグの結果1月10日1月11日1月12日1月17日1月18日1月24日1月25日1月31日2月1日2月7日2月8日2月14日2レッグの結果2月14日 2月15日、2月21日、2月22日、2月28日、3月1日、3月7日、3月8日、3月14日、3月15日、3月20日、3月21日、3連の結果4月3日、4月4日、4月5日、プレミアリーグ8から10位の3チームとチャレンジリーグ1位の4チームが、ノックアウト形式で行われ、1チームのみが、 来シーズンのプレミアリーグの席を争うサバイバルマッチとして行われた。4月4日4月5日この結果、JT マーベラスがプレミアリーグ残留を決めた。ありがとうございます。